お家で仕事をするとなんか集中できないっていう時ってないかな。Hey guys、 今日はですね、本当に大切なメッセージ、マジこのビデオを見ると働き方革命っていうか、お家で働かないといけない方ね、お自宅で働く、これから生活費がもっと必要になってくる方にはもう超大切なビデオになりますので、どうやったらお自宅でモチベーションキープしながらやる気が出るような形で働けるのか、効率を上げていくのかっていうところで、僕が本当に思う5つの一番大切なポイントをシェアできればと思います。なのでちょっとね、これいっぱいのビデオ長いんで、ちょっと早口言葉でお話しします、させていただきます。うー早かったね。でぜひね、これ本当にシェアしていただいて、必要な方がいっぱいいると思うので、ぜひシェアしていただければ幸いです。 Alright, so let's start 5 tips from working from home. でね、最初なんだけど、 Why we must manage your time differently. 普通のやり方じゃなくて、今本当に会社で働くっていう時に、自宅で働くっていうのは、新しい働き方っていうのが必要になってくるんですね。なぜ必要なのかっていうことなんですけど、ある意味お自宅で働くっていうのはすごい、 It's an incredible opportunity なんですよね。どういうこと？具体的に説明すると、これある意味すごい機会ね。例えば僕の場合は朝働いて、昼下がりの時間はリラックスして、本当にスポーツ、まあ今ジムに行かないんだけども、毎日マウンテンバイクに行ったり、毎日本当にすごい綺麗な場所に行ったり、まあ、僕はアメリカのサンタフェに行って、そうやって運転してるっていうのは大丈夫なんですけれども、これちょっと都内の方はちょっと難しいと思うんですけど、ある意味午後の自由な時間を増やせるっていうことも可能になってくるんですね。 Alright. でこの新しい働き方を学ぶと、すごい仕事の効率が上がります。めちゃくちゃ上がります。これ正しくやると。で、どういうことかっていうと、日本でよくある会社の働き方なんですけど、ようわからんが夜遅くまで会社に残るっていう、こういう文化があるんですよね。例えば会社に残ればいいサラリーマンだよって。で、こうなると、だらだら仕事をする。時間をあんまり考えていない。で、本当なんですけども、僕も日本のサラリーマンやっていた時に、ようわからんが帰っていいの？帰っていけないみたいっていう、このようわからん変なルールがあって、効率がものすごい下がっていって、もういろんなね、本当に、効率の面で言うとダメージもあるんですよ。で、ある意味、これ皆さんね、今から本当に仕事が大変になったり、大変なこの数年間が来ると思うんですよ。で、このやり方でぜひ皆さん、生活費を作っていけるチャンスもあると思うんですね。本当に自分のビジョンっていうか、自分がどうやったらね、手伝うことができるのかっていうところで、こういう時間の使い方っていうのをぜひ皆さん一緒に学んでいきましょう。ね。でもね、自宅でのワークスタイルっていうのはすっごい甘くないんですよ。ね。で、会社の働き方は自宅では使えません。ね、このビデオを最後まで見るとお分かりになると思うんですけど、なぜかっていうと、簡単に説明すると自由すぎるっていうのがあるんですよ、ね、どういうことかっていうと、ね、本当に仕事の後回しっていうのも起こるし、意味ない遊びが増えます、ね、スマホのゲームやったりとか、ネットフリ見たりとかで集中ができないっていうのもあるし、で仕事を落としたりミスしたりします。でモチベーションが続かないっていうことが出てきます、ね、でどういうことかっていうと、本当に自宅勤務っていうのかな、ワークホームっていうのは本当に新しい働き方を学ばないと4週間以内で大変なことになってしまいます、ね、だから本当にこのガイドラインをベースとして、ぜひ皆さんに、ね、みんなでこれやっていきましょう。 Alright? でちょっとね、僕の説明なんですけども、僕はね、そろそろ大好きなことで生きていこうよっていう本も出版しているんですけど、クリス・モンセンと申します。日本生まれのカナダ人です。で、ね、僕は日本の慶応幼稚舎に行って、ちょっとそのアメリカに、12歳の時に引っ越したんですけれども、2004年24歳の時に最初の、僕の会社を作って、ここもお自宅で働くっていう感じで数億円のビジネスをやったりで、2006年に日本に戻ってきて、で2013年から2020年の間は僕は本当に、自宅で働くっていうことをやってました。なので僕は本当に10年以上のワークホームホームっていう経験があるんで、ですね、一応その初めての初心者っていうか、10年以上この働き方をやっております。でですね、僕が本当にこういうウェビナーとかセミナーでこういう働き方を教えているんですけれども、今日のポイントのその中の5つのトップの5を見つけました。で、僕のおすすめはこのビデオを2回見ることがいいと思います。最初は1回聞き流し系で、2回目は本当にやりたいなと思ったら、ぜひゆっくり見てノートを取ったりするのがいいんじゃないかと思います。で、最初のポイントなんですけれども、まず最初はね、他の人にモニターしてもらうっていうことなんですよね。で、次が時間を有利に使うことで、3つ目が邪魔されない環境を用意すること、4つ目は立って作業をするっていうことで、5つ目が今日の夜に明日のプランを立てるっていうことなんですけど、ちょっとこれについて
について説明していきましょう。でね、これが正直言って今日はガイドラインとして使っていただければ幸いです。どういうことかというと This is the way to do it、ね、これが正しい道で他のやり方は間違ってるみたいなことじゃないんです。これは僕がいろんなデータを見つけてやっていて本当に効率があることで僕がおすすめしているやり方なんですよね。だから本当にこれベースラインとして使っていただく、ね、他のやり方もいっぱいあります。で、自分で決めていただきたいんですね。自分で決めて自分で試してやってみて改善していくっていうことなんですよね。で、他のやり方もいっぱいありますので、これガイドラインとして使っていただければ最高に嬉しいです。 Alright, じゃあ Let's start. Okay, so the first thing、 これが一番でっかいと思うんですね。他の人に自分の作業をモニターしてもらうっていうことなんですよ。これめちゃくちゃでっかいです。ちょっと簡単に説明すると You guys know Gletch and Rubin, right? ね、Four Tendency っていうすごい、ね、アメリカで世界中にヒットしている本があるんですけど、これなぜかわからないんですけど、日本語にすると4つのタイプじゃなくて苦手な人を思い通りに動かすっていうね、なんかね、ちょっとね、残念なタイトルじゃないかなって私は思うんですけれども、すごいいい本なんですけども、超簡単に説明すると人間には4つのタイプがあると。で、ね、一つ目のタイプは自分で目標を達成できるタイプ。これ僕の弟なんですよね。なんか28歳になってちょっと MBA 取りに行くって言って、自分でニューヨークスターンっていうすごい、ね、ビジネススクールに勝手に自分で入って、自分でなんかね、A プラスのね、生徒になって合格して、で、他の人を、なんであんた自分の目標をつけて勝手に動けないの?っていうタイプ。ね、そういう人もいるんですよね。で、そういう人たちは他のモニターはいらないと思うんですけど、普通の人はそうじゃないんですよ。で、中には考えて納得しないと行動できないタイプ、で、thinking type って言って、本当にこうね、なんでこういうのやらないんだろうね、上司がこれやれよって言うんだけど、いや、これ上司なんか納得できないとやらないっていうタイプがいるんですよ。まあ、ちょっとこれ早く説明するんですけど、指示待ちタイプっていうのが多分一番多いんですよね。これ、指示があると動くっていう方なんですよね。で、最後にこのヤンキータイプっていうのがあるんですけど、これは本当にね、これやってって言ったらなんでそれやらないといけないのって、何でもそうやってチャレンジするっていうタイプがあるんですけど、ごめんね、今日はちょっと時間の使い方なので超早く簡単に説明するとこの4つのタイプの中で一番多いのがこの指示待ちタイプなんですよ。で、この指示待ちタイプっていうのは他の人から言われたことをができるタイプなんですね。これ日本のサラリーマンに結構多いと思うんですよ。ね、上司がこれやってって言ったら、はいって言って時間がかかってもやる、徹夜してもやる、会社残ってもやる、自分の子供の誕生日を見逃してもやる。まさにこの、ロマンのサラリーマン侍みたいな感じなんですけれども、ね、これ他の人から言われたらできるんですけど、自分で決めたことができないっていうタイプなんですよ。ね、どういうことかっていうと、本当に、ね、親とか結婚相手とかが言うこと、学校のルール、先生が言うことだったらできるんですね。明日テストがあるから頑張りなさいって言ったらできるとか、ね、上司、社長、会社のルールっていうのはできる、銀行のルールとかね、税金払わないといけないっつって、そういう手紙が来たらちゃんとやるっていう、その他のエクストラルモチベーションがあったら動けるっていうタイプなんですよね。で、ひょっとしたらあなたがこのタイプかもしれないんですけれども、簡単に説明するとこれかなり多いんです。特に日本の場合は、僕の直感で言うと。で、指示待ちタイプが苦手なことっていうのは、片付けが苦手、宿題ができない、ダイエットができない、運動がなんか動かせない、健康の料理を作るっていう習慣を作られない、週末なんかのんびりやっちゃってアドベンチャーに行けないとか、で、自分のビジョン、本当にこれをやったら世の中良くなるんじゃないか、これをやったら自分が幸せになるんじゃないかっていうことを見つけても、実際に行動が取れないっていうことが結構多いんですよね。で、どういうことかっていうと、どのようなモチベーションベースかっていうと、インナーモチベーション、自分で決めて動くっていうのが動きにくいタイプで、アウターのモチベーション、他の人が関わると動きやすいっていうタイプなんですよ。で、これ結構リアルにこの他の人があなたをモニターしてくれると動きやすくなるっていうのが本当に普通の人の場合は現実だと思います。じゃあどうやってそれを実際にやっていくのかっていうと、上司を使う、ね、本当にあなたが上司社長だったらこれはあなたの責任になりますので、この機会を自分の部下にも作ってあげるっていうのは、これは会社の自宅で働く時の責任になるんじゃないかなと私は思います。で、次は仕事の前と仕事の後のネットのミーティング、 Zoom とかいいですよね。ね、仕事の前に OK これ今日やるよっていうのを1人1分で話して、で、それが仕事終わるってなったら、その5時にみんなでもう1回ミーティングに入って、これできましたかって言って、本当に15分のミーティングのみで、こういうアカウンタビリティ、エクストラルアカウンタビリティを作っていくっていうことなんですよね。で、あとお客さんに約束するっていうのもありです。例えば僕の場合は昨日、実はこのビデオを作るのが3月からスタートしたんですよ。僕の場合はね、3月4日にスタートしたんですよね。でも昨日もう1ヶ月ダラダラしてて終わってなかったんだけど、昨日僕 YouTube ライブで やらせていただいた時に、本当に3万2000人の方がトータルで見ていただいてくれたんですけど、
ど、その中に質問があって、じゃあ来週にこれをやるよって言って、もう今何がやったかっていうと、そのライブの中の1日でもうビデオになっているっていう、他の人に約束するとパッて動けるっていうことがあります。これをまず頭の中に入れていただければと思います。 That's number one tip。 で、次のチップ、これがちょっと大切なポイントなんですけど、時間を有利に使うっていうことなんですよね。 Your timing is everything。 So what do I mean by that? 時間を有利に使うっていうことを大きく ABC って3つに分けさせていただきました。最初はですね、3つのフォーカスゾーンを理解するっていうこと、次が50分のタイムセッションを使うっていうことで、3つ目が似ている作業を同じ時間帯にするっていうことなんですよね。今ちょっと見ている方は、僕がすごい早口で話してて、いや分かんねえってなるかもしれないんですけど、これ最後まで見ると、あ、スパッて頭の中に入るので、ぜひ最後まで見ていただければこれが理解できるようになりますので、ちょっとやっていきましょう。 Alright? そう、時間を有利に使うっていうことなんですよ。で、この中でひょっとしたら一番大切なポイントは、人間には集中力が高い時間と低い時間の波っていうのがあるんですよね。本当にで、サーカディアンリズムって言うんですけど、どういうことかっていうと、時間が朝、昼下がり、夕方って自分の一日を分けてください。 OK? で、いつ仕事をやっていいのか、朝 OK、昼下がりはダメです、この時に仕事はしません。で、夕方仕事 OK なんです。OK? どういうことかっていうと、自分の、普通の人の場合のリズムには、一日の中のリズムっていうのがあって、ごめんね、これ、マジね、キーノートでね、この絵を描くのって劇的に難しくて、ちょっと乱暴な感じの絵になるんですけども、一日のハイフォーカス、ローフォーカスっていうのがあって、まあ、普通の人の場合はピーク、一番集中力が高いのが朝6時から10時。で、その後10時から1時ぐらい。で、低くなるんですよ、昼下がりに。もう本当に何もできないっていう状態になっちゃって、で、また夕方になってくると、アフタヌーンですよね。その4時以降とか5時以降になると、また夕方まで、夜まで、高いっていう感じなんですよね。で、これ、3つに分けてください。朝、ね、昼下がり、夕方っていう感じで、これだけ覚えていただきたいんですよ。いつ仕事する？朝しましょう。昼下がりはダメです。で、夕方は仕事 OK。これ会社ではできないよね。でもお自宅ではできるんですよ。これすっごい大切なことなんですよね。で、僕を、どういうベースで考えているのかっていうのを、僕のおすすめはダニエル・ピンクさんの When、 完璧なタイミングを科学するっていう本をおすすめしています。もっと学びたい方はぜひ学んでください。会社の経営者はぜひこの本をピックアップして読んでいきましょう。Alright。でね、どういうことかっていうと、これも彼の本から一部この絵をお借りさせていただいているんですけれども、朝、昼がれ、夕方に分けるところで、ここの注意はですね、朝方もいるし、夜型もいるんですよね。で、夜型の人たちは、僕が言っている今のアドバイスの反対をやってください。自分が夜型なのか朝型なのかっていうのを理解するのはめちゃくちゃ大切なポイントなんですよね。で、今学校とかは全部朝型用に作られているから、夜型の人たちは大変。で、自分がの年齢によって変わってきます。高校生、中学生が高校生、大学生になっていく人たち、ね。中高大の生徒さんたちは夜型に自然になってきます。で、大学卒業したらまた朝型に戻ってくるっていうフェノーメンがあるんですね。で、赤ちゃんとか若い子供は朝型です。OK、これも本を読んでいただきたいんですけれども、どういうことかっていうと、ね、朝型が 14% で、午前よりっていうのが 65% で、夜型が 21% なんですよ。あなたは何型かっていうことを調べたいんだったら、ね、これ、青いスクエアが普通だよっていう意味なんだけど、ね、どうやったらあなたは何型かって分かるのっていうと、いつ起きるのかっていうことなんですよ。で、仕事がない日、週末の時、あなたは何時に起きますか？ね、ごめん、あなたは何時に寝ますか？で、あなたは何時に起きますか？で、その真ん中は何時ですか？それをこのグラフに表してもらいたいんですよね。なので、できれば今ちょっとビデオを一瞬だけ止めて、これをワークをやってください。本当にそうすると自分が朝型なのか夜型なのかわかるので、これめちゃくちゃ強いアドバンテージを生んでくれます。これがないとめちゃくちゃハンディキャップです。Alright? なので、例えば夜11時に起きる、寝る人がいますと、週末。で、朝8時に起きるんだって。この真ん中は午前3時半ですよね。OK。じゃあ3時半はこれで見ると分かるんだけど、This is the third birds、 65% の午前よりっていうことなんですよね。なので午前よりの人たちは午前中に集中が上がって、昼に下がって夜に上がるっていうことです。夜型は反対ですね。 OK。 じゃあね、ちょっとこれ本当に時間10分以内でこのビデオまとめたいんで多分無理だと思うんだけど、このポイントを忘れないでね。普通の人、今夜型の別のは別ですよ。普通の午前よりと朝型の人たちは、朝、昼下がり、夕方、いつ仕事をやりますか？朝 OK、
昼下がりは仕事しない、ね、こういう時は運動するとかリラックスするとか昼寝するとか、本当に自分の効率を上げたいんだったら昼下がりに仕事をするっていうのは難しいことなんですよ。これは本当に普通の会社だったらできないっていうことで、いろんなこの理由があるんですね。お砂糖が入ってインシュリンが上がってきて脳が眠くなるとか、本当にこれ本当にデータになってるんですよ。 OK? Alright. じゃあ次やっていきましょう。今ね、最初の3つのフォーカスゾーンを使うっていうのをやって、今から50分のセッションを使うっていうところをカバーします。 OK? どういうことかっていうと、この朝、昼下がり、夕方っていう時間があるじゃない？ 1 時間をこう分けていただきたいんですよ。できればね。50分集中して働く時間で、10分の休憩を取るっていうことなんですよね。で、1時間ずっと働くんじゃなくて、50分働いて10分休憩を取るっていう働き方を僕お勧めしています。で、必ずタイマーを使用します。もちろんポメドーロテクニックとかあるんですけど、それは後でお話しますね。僕のおすすめ、マス的にはおすすめは、50分働いて10分休憩を取る。タイマーを使うっていうことなんですよ。で、これちょっとこのさっきのグラフにつけるんですけど、50分のブロックが 1,2,3,4 って朝に入れることができる。で、昼下がりに1個入れることができて、また夕方に入れたりすることができるんですよね。このような感じで自分のタスクをこのブロックに入れていただきたいんですね。こうすると効率がめちゃくちゃ上がります。ね、例えばこの朝だったら、朝 AM1、AM2、AM3 っていうブロックを3つに分けることができますよね。で、その中に一番大切なことをやって、夕方のブロックもこういうふうに分かります。これで月曜日から日曜日っていう感じで自分の週を分けることもできます。まあ夜型の方とか、それだったら逆でやるっていうのもできます。OK? なので本当にこれ50分のセッションを使って限られた時間に働くっていうのが大切なんですね。最初言ったように日本のその文化、日本の要、帰っていいのか帰っていいのか分からないっていうこの昭和のね、文化っていうのは本当に限られた時間に働くっていうルールがないので、データによ、データ、もうこれデータは限られた時間で働いた方がもっと仕事ができるんですよ。だから逆に早く帰ってこのピンチだっていう感じでバババって焦って働くっていう方がいっぱい効率が上がるっていうのはもうこれデータになってるんでね。なので50分以上働かない、50分のフォーカスブロック内に決まった作業、明確な作業をその間にするっていうことなんですよね。で、注意するところはここの休憩時間の使い方なんですよ。 Take a 10 minute break、okay? で、ランチになったらもう30分のね、ブレイクを取るとかも全然いいんだけど、午前中とか夕方のフォーカスが高い時間は10分の休憩を取ると、10分の休憩は必ず立つ、で歩く、散歩する、ね、でこの休憩はできるだけ呼吸したり動いたり瞑想したりっていう感じなんで、スマホの遊びとかスマホのチェック、仕事のチェックはできればしないでください。 OK、 それを分けます。 Alright、 でこの50分が難しいんだったら、特に ADHD の方とかね、どうしても今日はちょっとなんか集中力が必要になったら、50分じゃなくて25分でも大丈夫ですね。15分でもギリギリ大丈夫なんだけど、できれば25分ね。で、25分やって10分の休憩を取る、で、また25分働いて10分の休憩を取る。まあ、5分でもいいんだけど、その繰り返しを使ってください。なので、一応50分が基本で、50分が難しいなと思ったら、それを自由に短くしてもいいです。これはガイドラインです。OK、じゃあ次に行きましょう。いっぱいあるからね、ごめんね、ちょっと早口言葉になっちゃってるんですけど。で、次、このね、時間を有利に使うっていうところの3つ目ですよね。似ている作業を同じ時間帯にするっていうことが、すごい大切になってきます。どういうことかっていうと、これは本当にぜひ皆さんに、デイビッド・アレンのね、ストレスフリーの整理術、GTD ですよね。Getting Things Done。これはメガコンセプトなので、ちょっとね、2008年でちょっと古いんですけれども、これは大切なコンセプトで、ちょっと彼の、ね、考えをお借りして説明させていただいているんですけど、ね、例えばクリエイティブとコミュニケーションと事務的なファイリングの仕事っていうのが普通の人には分かれると思うんですよね。例えばクリエイティブっていうのは新しいキーノートを作ったり、営業資料を作ったりすることです。で、コミュニケーションというのは上司との連絡を取ったり、お客さんに電話をかけたり、メールをしたりすることなんですよね。で、事務的ファイリングみたいなことはなんか資料をまとめてファイルするとか、ね、もう本当に事務的な作業、プリンターの印刷を上げるとか、いつこういうのをやるかっていうことを考えていきましょう。クリエイティブ、いつやる？朝か夕方ですよね。コミュニケーションはいつ？朝か夕方ですよね。で、事務的なファイリングっていうのはいつがいいのかっていうと、まあ昼下がりとか夕方なんですよ。これ本当に普通の会社だったら全部混ざってるんですよね。
で、もうクライアントから連絡来たらすぐやれっていう感じ、上司から声かけられたらすぐやれっていう感じ、自宅ではこれをやると沈没します。自宅ではこれをやらないんです。自宅は限られた時間に明確な作業だけをやって、それが終わったらその次のことをやるみたいな感じです。なのでコミュニケーションがスピーディーな大切な方は、朝のコミュニケーションと夕方のコミュニケーションでもやっている作業はコミュニケーションを取らないとか、ちょっとクリエイティブを使って考えてやっていきましょう。 Alright、 じゃあ次の、ごめんね、ちょっと早いんでね、これ本当にね、一日のセミナーみたいな感じの内容をこれキュッて締めてるんで、 OK、 次ホームワークチップ5のこれ3番目、邪魔されない静かな環境で働くっていうことなんですよね。これ本当に大切になってきます。自分で働くときは本当に声かけられない。ね、本当に自分が働いてやろうとしてるんだけどなんだよってピンポンピンポンってなって人が入ってきたり、ね、働こうとしてるんだけど自分のワンちゃんが散歩行こうよ、遊ぼうよみたいなことが言ったりね、本当にこれあります。なので、このフォーカスブロックですね、50分の集中している時間は声をかけられないようにする。ね、電話、スマホが鳴らないようにする。お客さんから連絡、上司から連絡がないような環境を整えるっていうことなんですよね。なんでこれが大切なのかっていうことはね、邪魔されたら集中力が復活するまでには25分かかるんですよ。で、これ本当にデータがあるんですよね。例えばね、これ本当にグロリア・マーク博士がプロフェッサー・オブ・インフォマティック・アユニバーシティ・カリフォルニア・アイヴリンで教えているこのペーパーとかもいっぱい、もう本当にこれ皆さん自由に YouTube、Google で探したら出てくるんですけど、この集中力が高まるまでには23分とか25分かかるというね。で、これで誰かがピンポンって言って誰かが入ってきたら、その集中力がなくなっちゃうんですよ。で、またそれが上がってくるまで20分とか25分かかるんですよね。で、せっかくこの朝の集中の時間が昼下がりになってくると終わって、自分の集中力も低くなってくるのもったいないんですよ。で、これは劇的に守らないといけないこと、劇的に守らないといけないことです。本当に本当に OK。 なので、メール確認しない、スマホ確認しない、ね、電話を取らない、他の人と話さない。これは上司と会社側にも責任があることです。これは教えてあげないといけない。ね、こういう教育やってないですよね。ね、学校とか会社にで働くっていう、自宅の教育っていうのはあんまり、ね、やってないから。OK、じゃあ次行きましょう。でね、働く場所のセットアップっていうのも大切になります。OK、環境、必要なものをまず準備する。ね、これトップシェフですよね。クッキングやるとき全部物を揃っています。クッキングやってるときに、ああ、ナイフが必要なんだけど、とか言って、探しに行く、ポットどこだろうって、そういうシェフはいません。トップ中のショップはもう全部必要なものが片手で入るような状況でパッ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 パってやっていく。あなたもそういう風にやっていきましょう。ね、僕たちもそういう風にやっていきましょう。働くときは。OK? なので片付けが大切なんです。こういう環境はダメです。こういう環境はもう話になりません。こんなことやってたら、沈没します。あなたキャリアが危険になります。OK? どういうこと？こういう感じです。このような環境を用意するっていうことです。で、次のトップね、これマジ、リアルにこれ冗談じゃないんですよ。立って作業するっていうのが結構目が、ホームワークで大切になります。どういうことかっていうと、こういうスタンディングデスクを用意する。で、これちょっと、ちょっとこれ冗談。ね、こういうのもあるんだよって言うんだけど、ちょっとまあ冗談もう一歩、次の冗談に行くとこういう感じなんですけど、実はこれもスタンディングデスクなんですよね。これ見ればわかるんですけど、こうやって僕椅子持ってきて座って働くこともできるし、ね。で、一つのボタンを押して、こうやって戻ってきます。立って作業するっていうこともできます。だからコミュニケーション、メールを取るときとか、ね、その作業によっては立って仕事をするっていうことがめちゃくちゃ大切になってきます。もしスタンディングデスクがないんだったら、多分最初はこのようなキッチンでカウンターを使って仕事をするっていうのも可能だと思います。ね、いろんなアイディアはあると思うんですけど、今本当に自宅で働くっていうのは大変なんですけれども、立って働くっていうことも意識して、ぜひ試してみてください。Alright、次。これめちゃくちゃ大切です。今日の夜に明日のプランを立てましょう。さっき言ったように朝のブロック 1,2,3 とか。ね。その自分が明日やらないといけない一番大切なことは何なのか。いつそれやります？朝？昼下がり？夕方？それをブロックで入れます。OK？なので朝仕事するときには今日何やろうかなみたいな感じじゃないんですよね。もう決まってるんですよ。だからもう朝で寝るときもよく考えてるから、朝起きたらもうそれを考え出して、もう仕事の働く場所に行ったらパーって入れることができるんですよね。なのでこれはものすごい大切なコンセプトです。 Alright、 これが終わりなんですよ。じゃあちょっとホームワークのトップ5、僕のおすすめ、他にもいっぱいあるんだけどね、トップ5の復習をします。 Alright、 最初、他の人にモニターしてもらう、これは大切です。OK、 どうやってやるのか、アカウンタビリティグループを作ったり、上司にお願いしたりとか、これはちょっと考えていきましょう。 Alright、
ね、次、時間を有利に使う。時間。ね、まず、この時間には、ね、3つのフォーカスオン。朝、昼下がり、夕方っていうのがあります。いつ働く？朝か夕方ですよね。昼下がりはのんびりして、家の片付けやったり、子供と遊んだり、自分で遊んだり、ね、なんか楽しんでください。OK? すっごい、もう、働くの難しいです、昼下がりは。OK? で、どうやって働くのって、50分のセッションを使う。50分が長いなと思ったら25分でも結構です。OK? で、似ている同じようなことを同じセッションでやります。ね、コミュニケーションはコミュニケーションってまとめてそのブロックにやりましょう。クリエイティブはクリエイティブって言ってそのブロックにやりましょう。これをぐちゃぐちゃぐちゃにやってて今日のプリンターのね印刷物を作って今度、メールのやって今度上司からかかってきたらそのこれやって今度クリエイティブ戻るみたいなそういうのは no good. Okay, you gotta focus on your time block and what you're doing. It's very important. Okay, で次が立って作業するっていうのも使っていきましょう。本当に頭の効率が変わっていきます。で今夜ね。夜に、今日の夜に明日のプランを立てるっていうことなんですよね。ふう！一応全部ね、結構早口言葉で説明できました。本当に皆さんこれをね、見ていただいてありがとうございます。もちろん他にもやることはいっぱいあります。例えば運動するとか、野菜をいっぱい食べる、瞑想を作る、メンタルトレーニングに力を入れる、1日45分の勉強するとか、いろんなことがあるんですけれども、本当にこれからの時代、特にこれからの5年間ぐらいは、このような僕たちは効率が高い働き方をやっていかないといけない時代になってきます、ね、でこの方が働きやすいです正直言って効率が高い働き方は働きやすいです自由の時間が増えます家族との時間が増えますモチベーションが続きます、ね、で最後に大切なポイントはこれ練習しないといけないんですよねね、このビデオを見てできるかって言ったら正直言って多分できないと思います。僕がこれを実際にできるようになるまで何年かもかかりました。ね、これを見つけるのも何年かかかったんですけども、本当にこれがなんかガイドラインになってくるんですよね。で、今度今本当に、例えばヨガのインストラクターだったら、ヨガのインストラクターの仕事が今ないと思うんですよ。ね、じゃあどうするって言ったら、お自宅で Facebook の友達に、今日夜7時から、朝7時から、ヨガやるよ、ズームでやるからみんなやってねって言って、ね、じゃあいつ、いくらにするって言ったら、初回は無料、月額2500円とか、ね、そういう感じにすると、ね、で、そこで10人入ると2万5000円ですよね。ね、100人入ると25万円ですよね。だからもうその稼ぐっていうコンセプトじゃなくて生活費。で、これがあなたのヨガのインストラクターの人の生活になるって言ったらね、普通の人は喜んでそれをお支払いします。でもあなたがこれをやって稼ぐんだって言ったら普通の人は喜んでお支払いしません。ね、そのような感じでビジネスモデルも今シフトしているんですけど、じゃあヨガインストラクターだったらズームでそれをやるとか、銀行振り込みでちょっといただくとか、ね、このような感じでちっちゃい感じかもしれないんですけど、少し自宅でビジネスをできるということもできます。ね、本当に。ね、だからぜひ皆さんこれをやっていって、他の人たちを応援しながら、で、忘れちゃいけないことは、ね、指示待ちタイプも僕らの中にもいるんで、指示待ちタイプの方には自宅で働くっていうのはすっごい難しいことなので、このタイプの人たちがお家で働けるようになるには時間がかかるっていうことを忘れないでください。ね、なので、すぐできないっていうのはもう、expect that 多分すぐはできないんですよね。で、上司、コーチ、ね、社長の方たちは、こういう方たちを応援していって、サポートして、モニタリングして、ね、いじめないでサポートしてあげるっていうのが大切になってきます。で、もう一つ忘れちゃいけないことは、ね、夜型タイプっていう方たちもいます。ね、夜型タイプの立場は朝が昼下がりの時間なんですよ。ね、夜型タイプの立ちは朝が昼下がりでちょっとずつフォーカスがあってきて、もう本当に夜中になると超高いピープフォーカスになるんですよね。なので、この彼女たちの時間の働き方は普通の人たちとは違う。で、それはそれで OK っていうことを忘れないでください。Alright, thank you so much for checking out this video. で、本当にぜひ、本当にこれ役に立ったな、ちょっとでも役に立ったな、1% でも役に立ったなと思ったら、ぜひ、下の、like ボタンを押していただければ幸いです。本当に、こういうのが、お自宅で働くっていうのが必要になってくる時代だと思うので、本当にこれをぜひ、このようなやり方もあるよっていうのをシェアしていただけると、本当に僕は嬉しいです。これ本当に僕のためっていうこともちょっとあるんだけど、いや、マジ、リアルに、このような働き方の教育が、まだ日本では広がってないと思いますので、多分普通、ひょっとしたら本当にこういうのを知らないで自宅で働くってなると、
大変なことになってしまうと思うので、これがその最初がすごいステップアップになる、ちょっと最初が楽になるんじゃないかなと思いますので、ぜひシェアしていただければ幸いです。 Alright でね、毎朝、毎朝じゃないんだ、月曜日の朝6時半にライブやっていますので、おはようジャパン、 Good Morning Japan っていうのやってますので、ぜひそこで、ライブで、チェックインしていただければ幸いです。 Alright you guys, I love you guys so much. Please subscribe、ね、毎週ビデオ出してます。チャンネル登録していただければ幸いです。 I love you guys. Alright, talk to you soon. Bye bye, Johnny. Thank you.